一グリム星島グリム星島はアイスランドにある島である。面積は5 3平方メートル最高点は 105m。アイスランド本土から北へ約 40km の北極海上にある。島の中ほどに北極線、すなわち北緯66度33分の線が通っており、島の北側約3分の1は北極圏内にある。この島の村は、 アイスランド最北の居住地である。島の人口は77人。一番近くにある島は本島に近いフラティ島で、グリムセイ島から南に 39.4km 海上にある。グリムセイ島はアイスランドの自治体で、グリムス AR フレップールとも呼ばれている。住民のほとんどは漁業に従事している。病院はなく、3週間に一度、医師が飛行機で診察にやってくる。 アークレイリ空港から飛行機の定期便が就航している。飛行時間は30分。ノーランドエアによる運航であるが、同社ウェブサイトでは航空券が買えないので、エアアイスランドのウェブサイトで買うこととなる。便名もエアアイスランドの便名が付与されている。またダールビークからフェリーでもアクセスできる。フェリーの所要時間は3時間。月、水、金のみの運航。島とはいうものの、 それ全体は巨大な岩の塊といったような様相をしている。海岸線のほぼすべては垂直に切り立った崖であり、高さ何十メートルの垂直の崖も珍しくはない。柵は一切ないので、転落せぬよう最新の注意を払う必要がある。南部の土地が低くなっている箇所や、南西側のごく一部の緩やかな崖を下ったところが、唯一水辺にたどり着ける場所である。 また、舗装路はなく、道路は地面を押し固めただけである。中心集落周辺は、ある程度綺麗にならされてはいるが、それ以外は、砂利道の箇所も多い。起伏も多いため、歩きやすい靴は必須である。樹木はないが、地表は、豊かな草と苔で覆われている。二軒の宿を含め、島内には、商業施設といえるものは六軒しかない。宿のうち一軒は、 ギャラリーと同一の建物。二軒の宿を除けば、すべて、島唯一の〇〇であり、ゲストハウスグトルソウル以外はすべて、アイスランド最北の〇〇である。なお、宿泊に関しては、キャンプ場もある。使用料の支払いはスーパーマーケットブーズインにて、公共交通機関もタクシーもなく、フェリーに車を積んでこない限り、旅行者は徒歩での移動である。野鳥の楽園であり、 アイスランドの象徴とも言えるパフィンを多く観察することができる。また、極アジサシ、カモメをはじめとした、多種多様な鳥がいる。大抵の鳥は崖に営像し、また近づくと逃げる場合が多いが、極アジサシに限っては平地に営像するため、営像地に近づくと大きな鳴き声を上げて空中から攻撃してくるので注意が必要。前述の通り、この島を 北緯66度33分の線、すなわち北極線が横断している。空港から出て北に進むとすぐにその北極線を示したモニュメントを見つけることができ、旅行者の定番の写真撮影スポットとなっている。ここから世界各地への距離が示されており、同国の首都レイキャビークまでは 325km、東京までは 8494km との ことである。なお、北極線は1年あたり14.5メートル北に推移しており、実際の北極線はこのモニュメントより数十メートル北である。北極線より北に位置している土地ということは、すなわち下死には24時間全く太陽が沈まないということである。島の北端からは太陽の位置が徐々に下がり、水平線ギリギリのところまで来て、また登っていく様子。 いわゆる、真夜中の太陽、ミッドナイト3を見ることができる。ただし、アイスランドの国土の大部分は、成形15度よりも西に位置しているにもかかわらず、タイムゾーンはグリニッチ標準時を採用している。そのため、ミッドナイト3とは呼ばれるものの、太陽が最も水平線に近づくのは、午前0時ではなく、1時過ぎである。 島の中心集落から北端までは大きな丘を越え、地を踏み固めただけの道を歩くこととなり、約1時間半から2時間程度を要する。また、この近辺は崖が非常に高く、転落すれば命の保障は全くない。アークレーリから小型飛行機に乗ってこの島に来ること自体が観光化していることもあり、アークレーリから飛行機で往復すると、 グリム星の出発時にノーランドエアのロゴ、日付、搭乗者名、パイロットの署名が入った北極圏到達証明書がもらえる。ありがとうございます。